Suzuki。 それでは次に参りましょう、はい、歴史に学ぶコミュニケーション概論、続いてのキーワードは文字。そうですね、っていうことなんですけども、はい、ね、まあ、先週ちょっと、はい、前回ちらっとお話しましたけど、はい、どういうことなんですか。めちゃくちゃでかくて、実は文字の登場っていうのが人類の思考回路も徹底的に変えてるんですね。徹底的に、はい、で、まあ、僕たちってめちゃくちゃ当たり前に文字認識して読んで使いまくってますよね。書くこともできるし読むこともできると。ただ人類史でいくと、そういうことができるようになったのってもうほんと最近なんですよ。そうそう、ずっとみんな文字も書かず、はい、読まず、はい、声だけでコミュニケーションしてた。数万年の間で、数万年の間ずっと、はい、でその声、文字を一回も見たことのない人、はい、読めたことのない人の思考回路と、はいはい、文字を一回でも読んだことがあって読むことができる人の思考回路っていうのは、まあ、徹底的に違うんだっていう研究が前あって、わ、興味深い、はい、はい、でそれがまあどういうふうに違うかっていうのは本気で話したら全然尺に収まらないんでかいつまんで、かいつまみるとですね、はいはい、一つは記録と分析がまずできるようになったんですよ、人間が。ちょっと待ってください、記録、そう、はいはいはい、と分析ですね、はい、情報の、はい、ストレージ、うん、外部ストレージとして、はいはいはい、その記録をすることができる。はいはいはい、うん、まあ、これは メモれるってことですね、うん、そう、はい、覚える必要がなくなった、はい、ですね、わかります、そう、はい、それまでは声で覚えやすいことしか覚えれなかった、うん、どういうことですか、覚えやすい、歌にするとか、うん、歌にすると吟遊詩人とかいるじゃないですか。ああ、そういうことか、あれ、うん、そう、で例えば昔の古代文学とか読んだらわかるんですけど、はいはい、うん、古代文学って、うん、その文字の文化じゃないんですね、うん、その声でコミュニケーションした時の文化なんで、うんうん、例えば韻を踏むことがすごく多かったりだとか、繰り返し同じことを言う、あとは、形容詞がすげえなんていうか、こうなんていうの、華美な形容詞をつけるんですよね、うんうん、兵士とか言わない、うんうん、もう屈強な兵士とか、 なるほど、なんかそういう勇猛果敢な兵士とか、うんうん、そういうような表現をこうごてごてしてる、はい、耳で聞いてインパクトあるように演出するんですね、うん、まあ、枕言葉として使ってるんですね、こういうその兵士とセットとして覚えやすいようにってことです。でそういうような記録の仕方しか実は人類はずっとできなかったんですね、うんうん、それがもっと本質的でかつその事象を客観的に記述するやり方で記録できるようになるのが文字の出現、出てきたらですね。簡単に言うと、まあ、今深井が言ったように、こう要はある事象、物事を、まあ詩とかで韻を踏んで記録するじゃないですか。じゃあ仮にこう今僕たちが毎日読んでいる新聞がみんなその詩を詩の、なんだろう、詩のやり方で書かれたら、お前真面目に新聞やる気あんのかって思いますよね。まあそうですね。だから全く世界の認識が全く違うんですよ。全然違う。今の新聞っていうのは要は事実、リアルを伝える。それのそのためには 5W1H ですよね。誰がいつどこで何をどうやってどういうふうにしてるのかっていう。でもそれって私たちにとって当たり前なんですけど、昔の人にとって当たり前じゃないんですよ。そういう認識の仕方で世界を認識してないんですよね。例えば三角とか四角とか丸っていう概念とかも、実は声の文化って呼んでるんですけど、その文字を一回も読んだことない人たち、その人たちは認識できないって言われてます。だから丸って言ったら、例えばお皿っていうのに、お皿っていうものは認識できるけど丸という概念を認識できない。うわ、ちょっとこれはそうなってないから、今僕が文字が当たり前だから、そうなんです。僕たちからはめちゃくちゃ想像しづらいけど、そういう研究がある。まず図形を図形としてそのまま捉えられないってことです。図形に限らず、要は抽象的な概念を概念として認識することに長けてないってことですよね。うひょー。で、例えばそれ、文字の文化浸透する前までの思想家たちは基本的に対話によって思考を先に進めていくんですよ、はいはい、けど文字が浸透してくると自分一人ですごく深いところまで考えていくことができるようになるっていうのも、文字の認識による変化、人間の思考の、計算のメモとかできますからね。そうね、数学とかもそもそも文字がないと、あ、全部暗算しないといけないじゃないですか、無理だよね、できた人もいるだろうけれども それがものすごくやっぱ限られた人、限られるし、持ってる人なんですよ、まあ、そう、その人も文字で書けた方がよりできるからね、
まあ、数字をね、矢野兵道の兵道さんっていうあの芸人の先輩吉本先輩いるんですけど、はい、もうめちゃくちゃ話術がうまいですね。滑らない話にも何回も出てる、はい、でその人が YouTube かなんかであのトークのコツを言って、うんってたんすよ、うん、なぜあなたはそんなにトークがうまいんですかっていう質問に対して、うん、もうこれ言うかな言う前かな、まあ、じゃあ今日言っちゃうかっつってあの書くんやって言ってたんですよ。あのトークの流れを全部一回書くと、うん、あのあこれいるなここにちょっとボリューム足したいなこれはちょっともっとこうしようとか、うん、この振りはもう一回前にも最初に持ってきた方がいいなとか、うん、要は図形的に見てるんですね、うん、構成を。それ非常に分かりやすくて俯瞰ということだよね。そうそうそう、そういうふうに客観的に自分が喋ってることとかを認識することも文字を書けない限りできない、うん、で鍵はですね、文字が書けるかどうかよりも文字を書く技術を持っているかどうかですね。あいいね、だけいいね、要はその使うかどうか関係ないんですよ、はい、いいね。だからさっきおっしゃったその兵道さんみたいに、はい、書いても書かなくても書いたことがある人間はそういうことをできるんですね、はい、書いたことがないと、はい、その概念が存在しないから、うん、さまあ、話戻るけど、うん、記録、うん、あとは分析的思考が全然発達しない、うんうんうん、発達しないって言い方はちょっと違うけど、まあ、分析するためにはさ、うん、要はデータベースが必要やん。そういうことですね、うん、でも音声だけだったらもうその場その場限りで終わってしまうし、あくまで人間の記憶の消えるからね。そうそう、記憶の中に留めるだけだし、でその記憶も人間の寿命によって制限されるから、もう一世100年で終わるんですよ。そうなんですよね。なんか戦争ゲームで例えると、言葉だけのコミュニケーションって一人称目線で銃を抱えてるこう人間が見てる世界やと思うんですけど、文字の世界ってそれを真上から見た二次元のマップで見てるような感覚、まあ、イメージとしてそんな感じ。なんで一回ゲームに例えたかはちょっと分かんない僕は分かりやすいゲームするんで、まあ、国づくりのさ、ああいうゲームも、あ、そうね、信長の野望的なやつだよね。まあなんで文字も実は発明なんですよ、はいはいはい、で文字の発明が一番インパクトがでかくて、うんうんうん、それ以降の、まあ、次回話しますけど印刷であるとか、わあ興味深いんですね、電信であるとか、わあ興味深い、モールス信号とかですね、はいはい、そういうものに対してまあ、圧倒的な影響というか、まあ、その延長線上の出発点ですよね。国の仕組みとかも関わってくるんですね。そうそうそう、で国の仕組みっすか。そう、まあ、今日ちょっとそう紙の話もしたいんで、この次がね紙の発明なんです。文字の次が、はいはいはい、本当にその間にいろいろあるんだけど、パピルスとか、はい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 、次でっかいのに紙の発明っていうのがあって、はい、紙って西暦105年ぐらいだから、もう今から1900年ぐらい前に中国人が発明してますね。一応世界史の教科書出てきますけど、サイリンっていう人だね。サイリン、そう、でその人の発明じゃないっていうのが最近分かったんだけど、改良者だったみたいな。そう、まあでもざっとまあ1900年前か、うん、死ぬほど前ですよね。はい、でアジアでは結構バリバリで使われてたんです、紙って。特に中国で、で紙が出てきたことによって、まあメモができるじゃないですか、うんうん、で紙の良さってコストが低いんですよ、うんうん、それまではその木簡っつって、あ木簡ですよね、こう木に彫るとか、はいはい、その前はさらに石板とかですよ、うんうん、で粘土板とかね、うんうんうん、で木簡とか、うん、でパピルスとか羊皮紙とか、うん、動物の皮とかあったんだけど、紙ってコストがやっぱ低いんで、うん、結構気軽に使いやすい、うん、ちゃんとそういう生産体制を整えてればなんですけど、うん、使いやすいんで、うん、数学とかそれで発展したみたいな話はあるね。か、書きまくれるから、うん、そうそうそう、はーはーはー、メモできることによって発展することが発展する、それで、でその大きな国を統治するために、うん、数学を発達させざるを得なかったんですよ、うん、なんでかというと税金の納税とか人口管理とか、あとどれぐらいのどこでどれぐらいの生産物が生まれてるのかって、要は今まで人類が接してきた情報っていうのは、要は例えば木の下にこうキノコが生えてるとか、あそこに獣の群れがいるとか、それぐらいの認識でよかったんですよね。でも大きな国が大きくなればなるほど、扱うべき情報、管理すべき情報っていうのは膨大に上っていくんですよ。で人間でそれ記憶だけで覚えるわけれるわけないんですよね。それはそうだ。でそこで初めて人間のこう認識する情報の中で、うん、数数字っていうのがものすごく大きくできてきたんですよ。それまで
でそれでこう紙に記録してそれで管理できるようになって大きな国があの回せるようになったんですよね。そうか、そうね、だから古代中国とかでその官僚制っていうのが、うん、できていくんですよ。今も官僚いますよね、うんうんうん、それを一番最初に体系的に形作ったのは中国王朝なんですけど、うんうんうん、そこにまず紙がめちゃくちゃ活躍してる、まあ、その紙の上に成り立ってると言っても過言ではないですね。なるほどな。だから、自分の面で見えなかったり届かないところまでもなんか管理できるようになったみたいな意味ですね。管理できるし、まあ、単純に紙の方が木簡とかより運びやすいですよね。で大量の情報を遠隔地に指示で伝える時とかに文章によって伝えるっていうのがやりやすくなっていきます。それまではやっぱあれですか、人に伝えて馬走らせて使者にこういうこと言ってって伝えて使者が分かったって覚えて、でちょっとなんかこう伝言ゲームみたいなので少し間違って伝わるみたいなことも多分ないことはない。そいつバカやったらやばいっすね多分ね、あのバカだったらなれないんだけどだったらやばいっすよね。だって現代でもありますからね、お前あれ言ってっつって言った、もうそのニュアンスで言ったらめっちゃ失礼やろみたいな。だからその仕事とかやってても部署がちっちゃい時とかは 2,3 人とかだったら、ないしはその会社がちっちゃい時は全部口頭で説明しとけばいいじゃないですか。で大きくなっていくと自分が直接関わらない人間とかが出てきて、じゃあなんかこうスラックに書いといてみたいな、あのチャットに書いといてみたいなとか今でもありますよね。あります。あれと同じことが国家運営で起こり、それにスラックじゃなくて紙が使われたってことです。はあ、だから現代のスラックなんですね。そう。なるほど。そうですね。あと法律もそれで発達したと思いますよ。それはなんとなくわかる。うん。まあ仮にこうお互いが同じ土地をの所有権を主張して、俺がこの時にこの土地を買ったんだ、いや俺が買ったんだ、でじゃあどうやって証明するんで、自分の頭の中の記憶しかないんですよね。でも紙によって記録できたから、あじゃあその紙をちょっと出してみんなで確かめ合おうぜっていうことができるようになったんです。だから記録できることによって証拠が生まれるんですね。そうですね、証拠が生まれますね。客観的証拠、言うた言わんの話ができなくなるんですね。そうですね。国がやっぱりそれだけ人間も情報も増えていくと、どうしても争いっていうか意見の違いが食い違いが出てくるので、そこをうまく処理するためのシステムとしてやっぱ紙による記録っていうのは大きな役割を果たしたと思います。そうね。あとは道路もあるんだよね。道路。そう、あの紙と道路も結構密接に関わってるっていうか、その大きい帝国って古代の全部道路ちゃんと作ってるんですよ。ローマもしかり。秦の始皇帝も作りましたし、モンゴル帝国とかもそうだし、古代じゃないけど、なんかそういうその古代の国っていうのは道路網を整備して、そういう要は行政文書を届けるっていうことができない限り、そもそも大きい広大な土地を統治することができない。だって指示も届かないし、何が起こってるかも分かんないわけで、なんか何千キロも離れたところを統治しようとしたら、電話があればできますけどね、当時ないから。あ、そこもすごくコミュニケーションに役立ってる、道路も。それはそうだ、だから紙が PDF ファイルで、道路はインターネットのインフラ。そういうことです。分かりやすいですね。いやでもその通りで、あのいわゆるウェブっていわれるあの雲の巣っていう状態を道路で作ってたのが昔、今はそれがその電子ネット上にある状態ですよね。電子ネット上というか物理的にあるんだけど実際。なるほど。いやちょっと文字っていう一個のテーマでね、国会行ったり道路行ったり、もうちょっとすげえっすね。全てが密接に関わってるんですね。いやちょっと文字面白かったですね。